皆さんこんにちは。ジュラシカダライブ、今日はスミロドン打撃ということでやっていきたいと思ってるんですが、はい、まずはですね、こちらですね、パキケファロサウルスですね。まあ、こいつが厄介なのはおそらくですけど、減速効果というのをね、打ってくるので、それ打って逃げていくという可能性があるのと、あとね、交代打撃でスター持ってるの、ちょっとこれ注意ですね。はい、続いてスミロドンなんですけど、これちょっと注意なのは、スピードが139なんで、普通の時よりも早く設定されています。普通だったら多分131だと思うんですけど、早くなってるので気をつけてくださいと。で、いきなりね、先手取られちゃうと4102で飛びかかってきますので注意ですと。で、飛びかかってくるんかなと思ったら先制で徘徊するという可能性もあるので、注意ですねということで、まあ、これよりね、早いの出したとしても先制持ってた方が有利かなという気はしますね。はい、そして3つ目がカルボネミスなんですけど、まあ、これ厄介なのは、とにかく2回耐えちゃうとですね、この、後輩というですね、3倍攻撃が結構3279あるということと、あとはやっぱり硬いんですね。アーマー 60% ありますから、シールドアーマー破れるやつじゃないとですね、結構きついということですね。はい、ということで今回こんなメンツにしてみましたが、早速バトルやっていきたいと思いますけど、これね、多分ね、ソロドロからいったらちょっとあまりにも楽勝で勝てちゃうので、ちょっとね、トリオストロニクスから行ってみたいなと思ってるんですけど、さあ、はい、バトル行ってみたいと思いますが、はい、まずはこれ、スピードの耐性持ってるので、ちょっと余裕をこいてですね、怒涛かましていきましょう。向こう先制持ってませんから、一旦はちょっと受けますけど、はい、これに耐えられれば、はい、次のターンで倒していけると思います。はい、あ、これ1倍でも倒したかもしれないな。ちょっと失敗したな。1倍でもいけたのか、1倍でもいけたかもしれない。ここね、次ちょっとね、向こうがね、先制打って回避を打つ可能性があるので、一応リフレッシュを打っておいて、はい、この1ターン耐えておいて、はい、ここで、はい、打っていきたいところなんですが、若干残るんだね。うん、あ、やっぱ回避打ってくるか。そうだよね。さあ、これでスピード上がるんだっけ。スピード上がらなければ2回チャンスもらえるんで、はい、ここで交代だけを使いましょう。スタンはかかるのか。これでスタンかかってくれると嬉しいんですが、よし、はい、スタンをかけておいて、はい、こっち側が先手持ってますから先制攻撃いっていきましょう。さあ、最後なんですけど、こいつね、硬いんでスピード落としてくると思うんで、ちょっとね、逃げたいとこなんですよね。なので、どのただね、スピード落とされるのは嫌なんで、ちょっと一回耐えときます。これ打ってこられるんだね。で、次のターンでおそらく穴掘りしてくるんじゃないかなと思うんですよね。だからそれを見越して、はい、変えます。はい、おそらく先制打ってシールド張ってくるんじゃないかと思うんですけど、そうですね、はい、これが読めれば交代タイミングは間違いないと思いますね。さあ、これで2ターン目使ったので、次のターンで打ってくる可能性があるんで、はい、ここで、はい、継続ダメージですね。はい、おそらく打ってくると思います。あ、もう一回スピード落としてくる、うん、さあ、ここでスピードが、あれ、落ちなかった、落ちる。で、これで次のターンで、はい、後輩打ってくると思うんで、はい、ここで即時妨害をします。さあ、これが見事決まってくれると、はい、面白いんですが、あ、いいですね、素晴らしい。さあ、これで体力も奪われてこっちへ戻ってきまして、ここでもう一回ね、穴掘りしてくる可能性がある。クルダ2だかないかな。まあいいや、向こう攻撃ちょっと、はい、ということですね。これ完全にね、読み通りでうまくいって勝ったんじゃないかなと思いますね。はい、
ということで、はい、では報酬見ていきましょう。はい、報酬の方は今回スミロドンなんでね、スミロドンあんまいらないんですけど、その後のエピックにちょっと期待しましょうか。オーラノサウルスがね、今ちょっと欲しいんですよね。ディロラケウスが作りたいんで、オーラノが出てくれると嬉しいなと思うんですが、どうでしょうか。あれ、エピックが2つ出たね。ということは最後はレジェンドが来る可能性があるのか。はい、開けてみましょう。あ、レジェンド来た。ザンガイアが来たね。はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。ではまた。